8月のシンデレラ9。はい、どうもこんにちは、ガルです。8月のシンデレラ9やっていきましょう。ということで、今回はですね、このね、新しいストーリーが来まして、で、僕ね、まあ、1話から、まあ、9話までですね、まあ、全部読んだんですけども、まあね、このストーリーね、嫁様がなんとね、まあ、帰国してきましたよっていうね、まあ、ストーリーなんですよね、これね。はい。もうね、もう言わせてください。僕もまあこのストーリー内でもね、ちょっとあったんですけども、僕もね、ちょっと言わせてください。嫁様、お帰りー！いやー、嬉しいね。もうもうこのストーリーね、もう嫁様の帰国ストーリーね、まあ来るだろうなとは思っていましたし、で、なんなら来る前提で、もうずーっと待ってたんですよ、このストーリーを。うん。まあ、嫁様がね、まあ、旅立つっていうね、まあ、ストーリーもありましたけども、まあ、その時はね、まあ、最初、みたいな、もう、ちょっとショックだったんですけど、まあ、一応ね、帰ってくるよと、うん。まあ、アメリカで、まあ、ちょっと経験っていうか、まあ、技術力をアップだったりだとか、まあ、修行ですね。まあ、それで、まあ、アメリカに行くんだけども、帰ってくるよっていうところだったので、まあ、ぜひね、まあ、強くなって帰ってきてほしいな、頑張ってきてほしいなっていうところで、で、ようやくね、帰ってきますよっていうか、帰ってきましたよっていう感じでね、もうね、めでたい。まだ何もしてないですけど、めでたい。うん。はい。でね、まあ、今日の朝ですね、今朝ですね、まあ、今朝の、そのログイン画面で、まあ、しのくもちゃん、嫁様と、まあ、新田ちゃんが飛びついている、嫁様に新田ちゃんが飛びついているという、まあ、新カード、新しい新カードが公開されまして、まあ、それを見たときね、まあ、これ、嫁様がこれ、帰ってきた、まあ、帰国しているっていうね、まあ、帰国した直後の、新カードなんだろうなっていう風にはね、まあ思っていましたけども、まあ案の定ね、まあそうだったよという感じ。でね、これね、まあ新田ちゃんがね、まあこう嬉しそうにね、まあ本当嬉しそうにね、もう飛びかかってるかのような感じの雰囲気で、まあ飛びついてるわけなんですけども、これ新田ちゃんがっていうのがね、これね、またいいんですよ。うん。まあ他のキャラがよりかはやっぱ新田ちゃんってのがいい。UR のね、まあ新田ちゃんの2周目の新カードのね、まあ確かストーリーがあったと思うんですけども、その新田ちゃんがね、新田ちゃんはね、まあそもそも最初っていうか、まあ一番最初の時とかもう印象最悪でね、まあで、そっからなんやかんやね、まあいろいろ、はい。嫁様とね、まあいろいろその過ごしていくうちに、まあね、思うところがね、あるわけで、考えを見直すっていうね、こともあって、で、アメリカに、まあ、ちょっとね、行くってなった時も、まあ、一番その気にかけていたのが、まあ、新田ちゃんだったんじゃないかなっていうところがあるんですよね。まあ、そのストーリーを見て思った、当時思ったことは。うん。まあ、一応ね、まあ、そういう、まあ、かつての憎い相手と、で、まあ、ちょっと気に入らない部分もあったんだけども、やっぱりね、そのディスペクトできる部分っていうのも、まあ、新田ちゃん自身であったりだとかもして、まあ、ほんとすごいね、まあ、気にかけていて、その新田ちゃんがね、もう本当に嬉しそうにね、こう飛びかかっている、もう飛びついているっていうね、まあ、このシーンはね、ほんとね、なんかそういった意味でも、すごくいいな、いうふうに思いました。まあね、まあ、この新しいシーンがね、まあ、出てきたっていうことは、まあ、蒼天か、まあ、UR、どっちなんだろうな、っていうところで、まあ、思ったのが、まあ、蒼天のシーンね、今、ベロニカちゃんであったりだとか、アリスちゃんも来てるので、蒼天じゃないパターンもあんのかな、とか思ったんですけど、まあ、蒼天でしたね。うん。で、2月26日、から、まあガチャがね、まあ、来ますよっていうことなので、うん、確かそうだよね。で、来るので、まあ、もちろんね、それ動画にします。うん、もう引かないわけがない。うん。まあ、性能とかも、まあ、最近の蒼天って強いですし、で、嫁様の帰国っていうところもあって、で、運営さんもね、まあ、レオンさんの補正がかかってるのかわかんないですけど、割と強くしてくる傾向にあるので、嫁様ね。まあ、だもんで、結構蒼天も、今のそのトレンドに合った、強さの蒼天にね、してくるんじゃないかなというふうに思いますね。うん、まあもう性能とか関係ないんですけど、取りに行きます、必ずね。で、嫁様につけます、装備させます。うん。
はい、まあそんな感じで、まあガチャも楽しみですよっていう感じで、まあストーリーね、肝心のストーリーね、はい、はい、でね、まあこのまあ新しいね、嫁様と新田ちゃんのね、まあ新カードもね、確か4話ぐらいで出てきたのかな、うん、でなんか登場の仕方が割としれっとだったよね。日曜日の朝ね、まあ近藤ちゃんと、まあ、新田ちゃんがね、まあ練習に、まあ励むために、まあ学校に行って、で部室にいたところ嫁様がしれっと入ってくるっていう。本当は月曜日っていうところだったんですけども、まあちょっと手違いでね、まあ日曜日に、帰ってくるっていう、まあ、駆け足先生のやらかしですね。うん、まあ授業は月曜出てくるんだけども、帰ってくるのは日曜ですよっていう感じだったので。うん、なのでまあサプライズになったよね、ある意味ね。うん、はい、でね、まあそんななんやかんやで、まあ練習に合流するわけなんですけども、まあね、まあみんなもね、まあ嫁様がいなくなったもあった後の、まあメンバーもね、まあ各々、まあ野崎ちゃんのピッチングであったりだとか、まあいろはちゃんのバッティングであったりだとか、まあすごいね、まあその成長を実感しているシーンをね、まあ見られたんじゃないかなっていう、ところなんですけど、うん、まあそうやって仲間の頼もしい姿、レベルアップした仲間の頼もしい姿もね、目に焼き付けつつ、でね、翼ちゃんがね、まあピッチングの練習をしてるわけなんですけども、まあワンポイントのね、まあ切り札として、まあまあリリーフなり抑えなりで、まあ試合出すと思うんですけども、うん。で、その練習をね、まあピッチングの練習をしているっていうのを、まあ嫁様も知っていて、で、目の当たりにしたところね、まあまあ、あなたは足りないというところ、うん。で、僕もね、これね、なんだろう、何が足りないのかなっていうのは、ちょっと言われた時は、瞬間はちょっとわかんなかったんですけども、で、まあなんやかんやこうやってストーリーを追って、あ、なるほどな、みたいなね、感じで、もうほんとこのストーリーめちゃくちゃ良かったんですよ。まあ、嫁様の帰国、があって嬉しいっていうのもあったんですけども、やっぱなんかこう、エモいなっていうのがあったんですよね。うん。で、その足りないっていうのは、まあその技術的な意味での、まあ、もう、まあ、含まれてはいるんですけど、まあ、結果的に。含まれてるんですけど、その、まあ、まあ、そもそもね、この翼ちゃんとかが、まあ、まあ、嫁様もね、まあ、そういう思考を持ってるんですけども、目指しているところっていうのは、甲子園を目指してるんですよね。で、まあ、甲子園で男子と、渡り合うために、っていうところの目的があるんですよね。まあ、前提として。まず土台としてね、まあ、そもそもこのストーリー自体が、うん。んで、まあ、そもそもそれに嫁様がね、なんでその男子と、まあ、練習をする機会のある、まあ、メリアちゃん、フリーダさんのチームに入ったかっていうのがね、まあ、そこにあって、で、もう甲子園で、その男子とね、渡り合うためにそもそもね、そういう目的があっての、まあ、メリアちゃんちのチームを選んだっていうのが、それちょっと忘れかけてたんですけど、まあ、そういう前提があって、そのチームを選んだんですよね。で、翼ちゃんのピッチングを見て、で、そのピッチングじゃ、男子とは渡り合えねえぞっていうことを言いたかったんですよ。うん。まあ、それでね、まあ、翼ちゃんもね、それまた気づくわけなんですよね。うん。まあ、私たちが目指しているのは男子と渡り合うため、甲子園だというところを、またもね、嫁様に気づかされるわけなんですよね、これね。以前もね、それあったんですよね、ストーリーで。まあ、私たちが目指しているのは甲子園でしょっていうね、嫁様の掛け声で、で、翼ちゃんもそれに気づくっていうのがあったんですけども、で、今回もね、まあ、それに気づかされると。いうところだ。嫁様はね、ほんと副キャプテン的な感じで、もうほんとね、翼ちゃん、キャプテンの翼ちゃんをほんと支えてるなっていうところが、まあ改めてね、その感じられたかなっていうところですね。うん、やっぱね、もう道を正すじゃないですけど、まあやっぱね、嫁様がそういうね、もう甲子園っていう目的、ぶれない目的を、まあ常に信念、まあ翼ちゃんからそれを聞いてね、元はね。で、それをずっとね、まあそれを根っこにあって、根っこにあっての、まあ、アメリカ留学だったりとかもするので、うん。まあ、やっぱりね、嫁様はやっぱそういう意味でも、まあ、翼ちゃんを、助けたんじゃないかなっていうところですね。うん。
で、まあそこにね、まあ改めて、まあ気づかされた翼ちゃんは、まあシンデレラカップ始まりますけど、大学オールスター対、まあ女子野球の、まあ高校生の方の、オールスターの、まあ親善試合が、控えてますけど、まあその選抜には選ばれてはいたんですけども、辞退するよっていう感じになったんですよね。うん、まあ多分ね、僕が思うにね、そのまあ、改めてその気づかされた上で、目的を気づかされた上で、まあもう力をつけるんだっていうところで多分ね、辞退したと思うんですよ。まだまだちょっとね、男子と渡り合うね、そのピッチングをするには、まだまだ成長しないといけない、こんなもんじゃ足りないっていうことで、多分辞退したんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それでその後なんですよ、その後で、まあね、朝のね、まあランニングで、まあ嫁様、しのぐもちゃんを見つけた、翼ちゃんがね、まあ一緒にロードワークするわけなんですけども、それでね、まあ翼ちゃんが改めてね、まあお帰り、それで嫁様がただいまと返す。うん、まあこのやりとりだけでもね、もう素晴らしい。もうね、エモいんですけども、ね、で、その後ですよ。で、まあ翼ちゃんは、改めて、その、まあ目的があっての、まあ辞退。まあ、辞退をしたので、でも嫁様は出るんですよ。で、嫁様は出るもんで、で、もうほんと託しなさいと、あなたの思いを託しなさいというふうに嫁様が声をかけるわけなんですよ。これがもう最高。うん。で、もう選抜任せてよ、みたいな感じでね。まあ、第9話、まあ、このストーリーがね、幕を閉じるわけなんですけど、うん、もうそれがね、やばいですよ。まあ当初のね、その嫁様、もうほんと入部したてぐらいの嫁様、ね、入部する前かな、うん、ぐらいの嫁様をと照らし合わせるとね、ほんとね、もう人が変わったな、いい意味で人が変わったなっていうところですね。うん、もうあなたたちがやってるのはもう、お遊び野球でしょみたいな感じのことを言ってた嫁様が、翼ちゃん、キャプテンに対してね、まあ、選抜に出ないキャプテンに対して、もう託してちょうだい、あとは任してちょうだいみたいな感じの、もう仲間のためにね、戦おうともしてるんですよね。まあ、嫁様。まあ、そこら辺がね、もうほんと熱いで激熱ですね。うん。はい、もうね、まあ、アメリカでの修行も終えて、終えてっていうか、まあ、アメリカでの修行でもね、その、まあ、自分のね、バッティング、もう技術力のなさ、まあ、フィジカルもそうですけど、まあ、そのね、もうすべてにおいて全然ね、実力が足りてない、何もかもが足りてなくて、もう打てなくて、で、泣いた、もう悔しくて泣いた嫁様、で、それを全部乗り越えての、まあ、帰国なのでね、うん。で、まあ、もう、こう、で、さらにね、まあ、出れない翼ちゃんの分まで、もう戦うと、うん、もうね、頑張りますよっていうところの決意をしたね、もう嫁様はね、もうね、強いよ、これは。多分ね、相手の大学チームはね、多分椿ちゃん、もう最強、元最強のエースの、まあ、椿ちゃん、高校最強のエースの椿ちゃんとかも多分出てくると思うんですけども、多分ね、打つでしょう。もうこうなった嫁様はもう強いよ。うん。まあね、ホームランは出るでしょう。間違いなく。うん。まあ打つでしょう。はい。まあただね、その強い嫁様がバレてしまうっていう。うん。他のね、学校から警戒されてしまうっていう、ところがありそうなのでね。まあ、それはそれでまたね、まあ、夏の選抜がね、楽しみ、良くなるんじゃないかなっていうところですね。まあ、改めてね、嫁様の、長打力をね、まあ、多分ね、見ると思うんですけども。うん。まあ、それでね、やべえぞ、何、本校の、4番バッターやべえぞ、みたいな。まあ、以前と全然違うじゃねえかみたいな感じのことになりそうなんですよね。まだバッティングがどんな感じの、状態なのかね、ストーリーで明かされてませんけど、うん、まあ、多分そんな感じなんじゃないかなっていう予想ではあるので、ね、で、それを警戒してね、他の学校も、まあ、対策を練りつつ練習に励むっていうところもね、まあ、すごくいいかなっていうふうに思うんですよ。はい。まあ、そんな感じでね、まあ、ちょっとね、もう読んだばっかりでね、割とグダグダかもしれませんけど。まあ、とにもかくにもね、嫁様がね、もういろんなね、もうハイレベルな環境でね、もうやってきて、
野球をやってきて、で、まあ、帰ってきて、で、果たしてどんなね、バッティングをするのかっていうね、まあ、今後のストーリーでね、まあ、明かされるとは思うんですよ。まあ、それがシンデレラカップになるかもしれませんけどね。もう、期間的に3月から始まるので、球春祭が。まあ、そこでね、嫁様のバッティングがね、見れると思うもんで、ぜひね、楽しみにしていきましょう。はい。ということで、今日こんな感じで締めたいと思います。バイバイ。